久しぶりだね。お久しぶりです。退職、もう正式に退職しよう。あ、もう休職してまして、うん、鬱になっちゃったからなんですね、うん、初めての感覚なんですよ。なんかちょっと気分が落ちたとか生きる気力とかもう全てないみたいな、うん、私はでも死にたくはないんですよ。もう一人の生きたくないっていう自分、私を殺しに来たらどうしようみたいな。でもやっぱり世間の鬱ってイメージって気合でなんとかなるって言って鬱って診察されたら人生終わると思ってたんですよ、うん、いや俺これさ喋ってる途中にすっげえ思ったけどさ、理解道場でやるにはすごい重たい、すごいって話してるよね。なかなかこんなこと言えることないじゃん。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりだね。お久しぶりです。最後の月ぶりです。最後の月ね。本日リリちゃんが会社来てくれて、退職、もう正式に退職しようあ、もうしてる。いや、まだです。みたいな感じで、はい、大丈夫です。まあ、ちょっといろいろ話を聞いていこうかなって思います。よろしくお願いします。まあ、いろいろあったね。もう本当に視聴者皆さん、今本当パッと来て、もう俺からはちょっと動画撮らせてって言いづらかったからね、感じになっちゃって今日10時に来るんだわーみたいな。だからまあね、自分から言ってくれたけどね、はい、まあ、全部、まあ、俺が言ってとかじゃなくて、なんかいろいろ、まあいろんな言いにくいことはいろいろあったと思うけど、そうですね、ちょっと8月からちょっと休職してまして、うん、でそのちょっと休職した原因っていうか理由っていうのがちょっと鬱になっちゃったからなんですね、うんうんうん、それをあれだね、自分で鬱っていうことも言えるんだね。そうですね、それで回復したんだ。そうですね、なんかもうひどかった時は会社のみんなにもバレたくなくって、うん、なんか本当になんか、もう河合さんと社長と、うん、あと同期の緑ちゃんと、うん、もう一人の同期の人ぐらいにしか言ってなくて、井村さんにも言ったかな、電話した時に、うんうん、なんかもうバレたくなかったけど、うんうん、それなりにその俺のイメージだとさ、俺もさ、なんか日曜日とか一人で俺とかさ、はい、電話とかなってもう出たくない気もしたじゃん。別に嫌いなやつとかないんだけど、例えば、河合くんとかでも、はい、まあ、いっか、みたいな、なんか人と喋る。なんかそういう時にね。あんまないです、僕。夜なんかさ、もう日曜日とかでオフになって、わーってなっとる時になんかバーって、別に全然仲いいやつとかでも、なんかもう出たくないな、みたいな。なんかその、抜け殻みたいな状態になって、はい、打つってそういうのだよね。どうなんですかね、なん一つ話すことってそれストレスじゃない？あ、でもストレスですよ。でもなんか、もうなんか初めての感覚なんですよ。なんかちょっと気分が落ちたとか、うん、闇気とか、なんかそんなもんじゃなくて、なんか、うん、もうなんかもう生きる気力とかもう全てないみたいな。うんうん、なんかもうマジで、なんか死にたいじゃないけど、なんかもう生きたくないみたいな感じがすごくって、で集中力とかも全然なくて。うんうん、そう、8月で、その理由って何の仕事？なんか、まあ、仕事は、もうそれはありますけど、うん、まあ、なんかプライベートのこととか。プライベートでも嫌なことがあった？一番幸せで長期のことじゃないの？まあ、嫌なこと、嫌って、なんか、特にこれみたいな出来事が正直なくて、うん、なんか今まで規模を仕込むときって、なんか、あれが嫌だ、これが嫌だみたいな、原因があって、うん、なんか、わーって落ち込むけど、なんか、これといって理由が本当にないから、うん、なのにめちゃくちゃ気分落ち込むみたいな、うんうん、だからもう余計分かんなかったです。何から潰していけばいいのかも分かんなくて、何から逃げ出せばいいのかが分からないから、はい、元々さ、はい、なんか昔からさ、その、まあ、ジムやってる時もさ、はい、あの何を喋ろうかって脳を取り替えてさ、喋るのが苦手だからみたいな、はい、はい、株式会社ナイロの大谷でございます。私、はい、あの塗料会社の、はい、あ、もしもし、あの塗り替え道場の大谷と申します。あ、ちょっと社長の電話借りて電話させてもらってるんですけど、喋り方どう？下手くそだった？下手だね。だからその俺はなんか勝手な想像で、やっぱお客さんになんかやっぱ無理難題言われるじゃん、はい、で俺とかね、まあ可愛くなったら性格がまずこういう風だから、そんなん無理っすよとか言って、あ、はい、いやそんなことできないっすとか言って、普通にもう思う前に言っとるぐらいだけど、俺はなんか、あ、こんなこと言っちゃったか、みたいな。無理って言っちゃダメだぐらいだけど、そういうの、あ、わかりました、ちょっと、って。
そういうのがなんかお客さん客商売ってたからそういうのがたまったのかなと思ったけど、そうでもない。どうですかね。あ、でも仕事が原因みたいな感じでは全然ないんですよ。だから本当にもう いろんなことがなんかもう全部合わさってみたいな、もうなんなら私のなんかもう過去とかも学生時代のなんか人間関係だとかもなんかもう本当に全部複合でみたいな感じだと思うんですよ。もちろん、まあ、それに会社とか仕事のこともあると思うんですけど、うんうん、ちょっと回復して、まあ、思ったのは、まあ、そうですね、多分気づかないうちに多分余裕はなかったなと思います。もう一人暮らしももうやめるんですけど。あ、マジ？どうするの？あ、二人暮らし。いや、とりあえずなんかとりあえずもう実家にちょっと変なこと聞いちゃダメだよ。もう俺もないわ。肉まんぐんぐんってなって食べるのがいいじゃん。めっちゃ言葉選んでます。本当、はい、もうでもそれ直接の上司だったからね、はい、ずっとね見抜いてよって。う、はい、ね、まあ俳句となんかあったかなと思ってた。まあまあまあ、そうなりますよね。いや、本当になんかもう人が嫌とかはマジで本当にないんですよ。うん、だからそれをね、ちらっと聞いてる。すごい気分が落ち込んで、本当になんか勝手に涙出てくるんですよ。理由もなく。運転してたりとかしても本当に、なんかもう涙で目が見えなくなったりとか。それはないんだ。お客さんに電話しながらとかそういうのじゃなくて。いや、じゃないですね。なんかもう本当に、もうわかんないんですよ。なんかとりあえず悲しい。うん、みたいな、とりあえず悲しいみたいな感じで、うん、もうとりあえずもう行きたくないみたいな、うん、だからって死にたいわけでもないんですよ。死にたいってまあまあ死に高いからね。たくもないけど、でも行きたくなんかもないみたいな感じで、うんうん、まあ、確かに現場に行ってなんかお客さんとか職人さんと話してると、うん、確かにちょっと紛らってたところも逆に、でなんかちょっと俺嫌だけどね。お前俺派だろ。はい、なんかもうなんか落ちてる時一人がいたくないから、一人でなんかもう、携帯で漫画とか、もうなんかもう何も考えずにテトリスとかやってたから、わかるだろ。一人が、いや、一人がもうダメになって、なんか本当に、あの時本当に頭やばかったんですけど、うん、なんかもう私はでも死にたくはないんですよ、うん。私は死にたくないけど、なんかもう一人の行きたくないっていう自分が、うん、俺私を殺しに来たらどうしようみたいな。なんか私が知らないうちに、この私の肉体を、なんか、自殺とか。殺業者だな。幽霊おるぞ、近くに。来たら、怖っ。どうしようみたいな。なんか本当になんか、その本当になんか自殺したら、自分が自殺したらどうしようみたいな。でも客観的に見ちゃうの、さっき自分を。客観的に。なんかもう一人いるみたいな。それなりに、その物体じゃなくて、頭の中で、心の中に、その、って感じですかね。私を、ああ、もうなんか私ちょっと、もう一人の、その私っていうか、そのね、悪魔の俺みたいなもんじゃん。で、もう一人の私みたいなのが、自殺したいって考え始めたらどうしようとか。そうですね。そいつの方がでっかくなって、自殺とかしちゃったらどうしようみたいな風に考えたらもう震えが止まらなくなったりとかもして、それってやっぱ一人の時になるんですよ。いや、もう俺、究極は本当にもう病気だよね。はい。いや、もう結局脳の病気なんですよ。ね、なんか、セロトニンが、あの、うん、なかなか分泌できなくなる、出なくなる病気でうつって。あ、そうなんだ。で、なんか、そうですね、なんかもう一人の自分の方がふわっとできて、で、なんか知らんけど、その、死んだひいばあちゃんと死んだおじいちゃんのことをなんか、空見ながらなんか思い出して、頭がなんかふわーってなんかしてきて、本当にでなんかふわーってして、あーみたいな、なんか心地よくなっちゃうんですよ。それがなんか おばあちゃんとおじいちゃん思い出して、ふわーってなったけど、なんか多分もう一人の自分がまだダメ言っちゃダメみたいな感じで、なんかはーって戻ってくるんですよ。一人だと余計いらんこと考えるから、なんか仕事してた方がマシな気もしてきっちゃうんですよ。本当にそうなの。病気っていうかさ、いや、なんか俺もちょ本当にうちの、まあ、会社で打ってたのはずなの。で、俺周りのなんか友達にはそういうのも、まあ、見たことないの。はい。で、安田さん、まあ、僕も多分これ性格ちょっと陰キャや。
だからさ、なんか気持ちわかる。その、なんか、あの、今日誰かも喋りたくないみたいな。喋、はい、りたくないわけじゃないよ。なんかなった時に、ああ、みたいな。はい、なんか小林克信になってない状態で出てくるみたいな。はい、あ、もしもし、はい、はい、とか。ああ、ネットフリックス見てますよ。とか言えないから、なんか、ああ、ああ、トレイみたいな感じにならなかったじゃん。はい。だからそこに入りきれんくて、とか思って。まあ、俺は河合君から、その、聞いた時に、はい、まあ、俺はなんかそういう先の延長線上みたいな、打つって思ってるからさ。あ、はい。まあ、言葉は悪いけど、そんなの切れんだろうみたいな感じで、なんとかなるやろって思うけど、はいはい、いや、来た時にさ、カメラ回す前の話なんだけど、はい、俺視聴者皆さん、本当にもうベッドが浮き上がれないとか、ベッドから出れないって言葉じゃないじゃん。なんか本当にもう携帯いじってても日曜日で、ああ、もう早く起きなきゃ、仕事行かなきゃ、だけどベッドから出れないっていうよりは、本当になんか、さっき言ったじゃん、何しとったっけ、最初に、ね、カメラ回す。確かにもう体が動く。かなり、だから本当にこれなった人しか分かんないと思うんですけども、うん、起きれないし、うん、だって痩せちゃってるからね。風呂も入れないんですよ。うん、なんなんですか、多分もう ならなくて分かんない。だけど本当に多分その脳の病気だよね。まず最初にその、まあ、怪我したらさ、まあ、手が痛いからオールタイムが持てんっていうのも同じでさ、はい、その脳みそが怪我しやさ、そのまともな思考が壊れていくわけじゃん。はい、なんかそんな感じだよ、本当に。でもやっぱり世間の打つってイメージって気合でなんとかなるって考える人も一定数いるってことは、うん、まあ知ってるんで、うん、だからみんなに打つってこと知られたくなかった。ああ、そうだね。打つ、なんだろう、なんか、だから病院にも行きたくなくて、なんか打つって診察されたら人生終わると思ってたんですよ。うん、もうなんならもう会社のみんな、からも多分叩かれるし、うん、もう彼氏にも捨てられるし、うんうん、もう家族にも見捨てられるって思ってたんですよ、うん、そういうの思っちゃうな思ってました。もう鬱って診断されたら終わるから病院行きたくなかったんですけど、さすがに彼氏もちょっと調子がおかしいってこと気づいてくれて、うんうん、で、まあ、私も彼氏も心理学科だったんですよ、大学、うんうん、心理で結構そういう精神病とかそういうの勉強してて、うんうん、そうですね。で、それで彼氏に病院行った方がいいよみたいな、うん、って言われて、うん、それでも私なかなかよういかんかったんですけど、うん、まあ、病院行ってもいかんでもうつって診断されても、うん、されたくないって思ったな。そうですね。で、まあ結局病院行こうと思った理由が、うん、まあ、うつって診断されても結局人生終わるし、まあそのまま病院行かずにうつって診断されないとしても、うん、まあ結局事故ったりとか自殺して人生終わるから、うん、どっちみち人生終わるから、うん、まあだったら病院行った方がマシかなって思って病院行ったんですよ、うんうんうん、まあそしたらうつって言われたって感じですね、うん、あ、でもずっと実家戻ってた。あ、そうです、もう8月からずっと実家にいてて、うん、まあ最初は普通にこの会社戻るつもりで、うんうん、やったんですけど、うん、まあ、最初なんですよね、まあ、調子良くなって、はい、まあ、まあ様子見てから戻るかもしれないみたいな。 で、まあ、なのでまだ部屋も一人暮らしの部屋もまだそのまんまで戻るつもりでおったから、うんうん、で、まあ、そしたらなんか給食がうちの会社3ヶ月しかできないって聞いて、うんうんうん、ああどうしようかって。あ、そういうこと。別にそんなしかよかったな。ないよな、もうやめて何って決まってないの。決まってないんですけど、まあ、辞めて、とりあえずちょっとすぐにフルでは働けないんで、うん、まあ、年明けて、来年ぐらいからバイトとか、うん。バイトしちゃいじゃん。しながら、そうですね、まあ、ちょっと。あ、いや、ちょっと顔切ってる、大丈夫か。無理しなくて、顔が今、ちょっともう一度渡してできないんだけど、今、ああ、はい、みたいな。いや別にうちはその3ヶ月ってのは俺あんまり知らなかったけど、あ、まあ、法律にのっとって多分やっとると思うんだけど、まあ、そんなことは別にいいから、まあ、なんかあったら相談してきてくれれば、はい、ちょっとじゃあ、はい、体流して、ね、はい、YouTube は、まあ、見てるし、まあ、ちょうどいいじゃん、あいつもね、産休入ってるし。あ、まあ、でも先生、多分私も一人暮らしがもうできないなと思ったんですよ。通いんじゃない、通いんか、どういうか。なんか、そうですね、ちょっと。緑店のなんかお手伝いしたらいいじゃん。緑店の方が多分遠いです。あ、カスガなんで。カスガいいです。あ、いや、カスガいいか、カスガいい。カスガいいって嫌だから、ね、まあ、もう一人で来てたこれもう一人で来てたコントロー、コントロー私も好きじゃないでもなんかその、ちょっと退職の
リミットが迫ってるっていう風で、ちょっといろいろこの仕事に戻れるのかっていうのを考えた時に、私も多分この仕事できないやと思ったんですよ。ああ、そういうことか。なんかお客さんとか行くのはちょっと違うよね、多分ね。やっぱりなんだろう、なんかやっぱり向いてないわけではないと思うんですけど、なんかやっぱりまあ無理はしてた、余裕はなかったんで、真面目なもんで、多分一個一個が重たいんだよね。俺なんかさ、もう本当まさに今日どんなにいい加減になるだろうね、パッて起きてアラームかけてなかったか知らんけどさ、やべえ遅刻だなと思ってさ、はい、会社行かなきゃと思ってさ、会社来たら8時だから、誰も空いてねえし、鍵もないから俺会社の入りがいるんだから、やってながら俺ガタガタやってると思って、俺にとってさ、かわいそうにと思って、もうあいつらは朝だと思っちゃうわけじゃん、誰か来たからかわいそうだなと思ってさ、会社に電車帰りに行ったら、何個もって言ったらさ、いや今日朝帰りですよって、俺と2人でミーティングですよって、それすらもう金で入れてないし、もうこんなんだから、まあ、やれとるしね、ストレスもあるよ、やっぱもちろん芸者とかもそうですってあるけど、はい、全部が全部真正面からこうね、逃がせれないと、はい、やっぱもうたんでね、やっぱまあそうか、そうです、まあなのでちょっともうこの仕事できないなと思って、うんうん、あじゃあもうやめようと思って、でもやっぱりなんか会社自体は好きなんで、うん、なんかやっぱりすごい寂しい思いは本当にありますね、うん、まああとなんかやっぱりなんかこれも私うつになって今になって気づいたんですけど、多分なんかもう理想の自分みたいなのが多分、うん、あまりにも多分大きすぎて、自分のスペック以上のものをなんか理想の自分って多分してて、うん、すごい車欲しかったんですよ、うんうん、もう車をモチベーションに本当に仕事してるぐらいで、うんうん、もう本当に車欲しいと思って仕事してて、うん、そのために貯金とかもうやってたんですけど、うん、多分それもきつかったですね、もう本当になんかこの車乗ってる自分がかっこいいみたいな、うん、すごい想像してて、うん、服とかもなんかこの車乗ってこんな服格好して、髪の毛も爪もなんか全部ケアして、この車から降りたらかっこいいよなみたいな姿とかを想像してしまったりとかもしてて、仕事やっぱ休職するってなったらもう給料とかもなくなるんで、その夢もなくなるっていうのも結構しんどかったんですよ、休職するってなっても。ああ、そういうことか。もうこの理想の自分にはもうなれないのかもって思ったのつらかったたんですけど、うん、まあでもなんか今はもう本当にいい意味でなんかもう吹っ切れたっていうか、うん、なんかもう別に車なくてもいいし、まあ今乗ってる車、うん、あのまあ中古のちっちゃい車なんですけど、うん、別にそれでもいいじゃんって、別に今の車も私好きなんで、うん、全然それでもいいじゃんって、結構車好きなんだね。そうですね、パソコンの画面の車だもんね。あ、はい、あマジ、あそのなんなんなのちゃうの、スバルのインプレッサってやつが欲しかったんですよ。スポーツカーみたいなやつ。スポーツカーではないですけど、これ本当たまたまなんですけど、私の彼氏がインプレッサだったんですよ。ああ、憧れの車に乗ってる人好きになっちゃいました、はい、私みたいなやつ。はい。で、そうだったらなんか、うん、カップルで被るのなんか嫌だなと思ってた。だったらもう一個上のもうちょっと高い車を目標にしてたんですよ、私は。もうそれも余計しんどかったのがあります。もうなんか別に車いいやって、なんだろう、今の自分のスペックっていうか、うんうん、もうなんか本当に認められるようになって、うんうん、なんか別にちっちゃい車でも車あるだけいいやんって思ってるし、そのままでいいのかもなってすごい思えるようになって、最近本当に最近ですね、なんかそう思ってからだいぶなんかもう吹っ切れたじゃないけど、うん、吹っ切れて、うん、まあなんかちょっと元気出てきて、うんうん、いや俺これさ、喋ってる途中にすっげえ思ったけどさ、ね、塗り替え道場でやるにはすごい重たい、すごいって話だよね。なかなかこんなこと言えることいないじゃん、YouTube 上で私鬱でしたってさ。確かに俺なんか軽い気持ちで普通に喋ってたけど、なかなか言いたくないじゃん、みんな、ね、なんかそうですね、なんか私も言いたくなかったんですけど、うん、私がすごい鬱でもうネタ切りの時に、うん、結構その、うん、鬱の人のなんかブログとかインスタとか TikTok とか、うん、YouTube とかを結構見てたんですよ。それで結構私なんかちょっと癒された楽になったっていうか、なんか、まあ、共感があるから、ね、あそうですね、あなんかあ結構
ぱいいるんだみたいな、ちょっと安心感みたいなのがあって、うん、まあだからなんか別にうつって言って誰か精神病の人がこれ見てちょっとあ仲間だって思ってくれたら嬉しいし、多分ま周りでうつとか精神病の人がいる人も、まあ、きっと見てる人にもいると思うんで、あ、まあ、そうだろうな、まあ、そういう人のためにも、あ、まあ、なんか別にいいやって思う。でもなんかでもうつだからってなんか結構普通に接してほしかったんですよ、うん、なんか私結構友達とかにも連絡来た友達に実はうつになっちゃってとかで LINE で送ったら、あのみどりちゃんにも最初うつになったってこと LINE で多分送ったんですよ普通に、はい、うつになっちゃったぜみたいな感じでそんなテンションであったかそんなテンションであったぜって言ったの本当に LINE でうつに全然そんなテンションじゃない、そんなテンションじゃない鬱になったって LINE で送ったら、もうみどりちゃんもそうなんですけど、なんかもう他の友達も、うん、なんかマジで3日4日返信なくなっちゃうんですよ。あ、そうかそうか。でも、まあ、今にだったら、まあ、それはそうだろうなって思うんですよ。それはもう、一生どうしようってそれなるよな、みたいな。普通でいいんですよ、本当に。接してくれるのは。もう普通に話してくれたらいいし、あ、そっか、みたいなぐらいで、普通に返してくれたらいいけど、うん、まあでも確かに困るよなって思います、友達から鬱になってなんか。いや、仮に、じゃあ、鬱、私鬱になっちゃったって来たらどうやって返信してあげる。俺は聞いたことあるのは、なんか頑張れって言っちゃうかとか、なんか。なんか頑張ってんだから、ね、頑張ってるやつに頑張れ。ちょっと挨拶ぐらいの、うん、まあ頑張ってぐらいだったら、うん、まあ別に人によっては気にならん人もいると思うんですけど、うん、なんか気合いだみたいな感じで言われてる、あ、甘えだみたいなのが多分一番きついと思います。ああ、それは言えないだろうね。だから、お前それは甘えだろって言って、うちになっちゃったんだよ、みたいな。それは甘えじゃないのって言って。時間もないで、まあ、じゃあ終わりましょうか。はい、視聴者の皆さん、いいちゃんが、まあ、眠ちゃうんだよね、このいい話めちゃくちゃ聞いたけど、このあれか。で、今日でもう何、初日とかなんか全部クリーンだな、今日。あ、そうですね。一応、あさって、緑店に行って、緑店に荷物あるんで、ちょっと座って。今日、その後にどこでしょうって。面倒くさい。あ、なんか、みんないるときに、緑店のみんないるときに行こうって。なんか会社は好きなんですよ、本当に。はい、じゃあ、皆さん、まあ、ちょっとね、ちょっと、まあ、重たい話なのかどうか俺は分からないけど、まあ、でも、もう元気になったんで、元気だしね、とりあえず、まあ、バイトからちょっとずつ、社会復帰してって、うん、まあ、一日活動できるようになったら、まあ、カルシスみたいなと思ってる。うん、またいつでも声かけてよ、ね、はい、頑張ったら、YouTube 出てよ。全然、本当に全然元気だね、本当にじゃあ皆さん、またりーちゃん動画出てくれると思いますんで、はい、まあそんなね、1年に1回出るか出るかぐらいだと思うけど、なかったらね、また出てくれるんで、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。懐かしいな、なんか懐かしいな、お別れの飲めれたもんな。お別れですね、皆さん。また そうだね、もうね。